イカゴ人とは、室町時代中期に、武蔵国小玉郡イカゴ、現在の埼玉県本庄市、大浅東イカゴ及び、大浅西イカゴの一部に所在していた平次郎。イラコの人、イカゴの人などと読まれることもある。15世紀中頃に、関東関令である、上杉ふ明が、小学坊である、足利重義氏との対決に際し、当地に陣を構え、 1457年頃に築いたものがイカゴ人である。イカゴは本庄大地の最東端に位置し、利根川西南地域を支配していた上杉方にとって、利根川東北地域を支配していた足利方に対する最前線の地として選ばれた。当時、イカゴの領地を治めていたのは本城信明であり、三内上杉家のイカゴ人を守備するために、 大あざきたぼりの地に館を築いている。こうして、イカゴの戦いが始まり、文明9年に長岡毛春に攻め落とされ、神が解体するまで三内上杉家の拠点として活動し続けた。イカゴの戦いは、東国における戦国時代の縁因へとつながっていった。東、イカゴ城跡の北側には登竜する女堀川の侵食により、断球崖が形成され、 その北方には、利根川の低地帯が広がる。南には、小山川があり、東南800メートル地点でシド川と合流している。これにより、北、東、南の三方を河川の段丘崖に隠された自然の四岩地となっている。段丘崖の飛行差は3から7メートルになる。東以下五城石遺跡として、埋蔵文化財放蔵地になっている。鎌倉街道は、 武州の南から北西部にかけて続いており、上州にまで至る。南の鎌倉に至るまでの勢力分布の都合上、三内上杉家にとって、この道を掌握されることは戦力に大きな影響を与えることになる。武州北西部のあたりで、前橋方面、小玉山麓方面、越後方面への分岐点があり、ちょうどこの分岐点に本城は位置していた。この大道を守護する。 必要性が生じたこともイカゴ人が築造されることとなった一因である。東西を分け立つ地理的な要因と南北へと続く軍事面での道路の関係上、武蔵国の北西部国境沿いに位置した本城、イカゴは三内上杉家と古学防火が対立する最前線地の一つと化したわけである。後世、書き写された武蔵館には、 本丸等の図が記されているが、記述から大手は北向きにあったものとみられる。大田道館が文明12年11月28日に三内家家臣高瀬民部省有に送った書状である大田道館上によれば、道館は文明6年に江戸城を出て、伊下越え参陣にしようとしたところ、長岡源春が数回にわたって死者を送り、無益だから思いとどまるようにと伝えてきた。 道館はこれを無視して出発し、上田孝介の助がいた小川で一泊した。翌朝、影春が飯塚から駆けつけ、上杉明貞と乗りふさの不死を打ち取りたいと思うので、伊カゴ山人を中止するようにと無本を打ち明けてきた。それでもなお道館は、影春の勧告を無視して、伊カゴへ参人し、この陰謀を、飯塚次郎座衛門城を通して、上杉家へ知らせた。 同館がイカゴへ参陣する以前から、こうした駆け引きがすでに生じていたことがわかる。また、影春が乱を起こす、数年前から謀反を計画していたこともわかる。東ズマの生子城跡付近を、地元の人々はイカゴ城と呼んでいるが、遺構や出土遺物は、西イカゴの生子代、生子大塚からも発見されているため、その範囲は、東ズマに限らないものと見られる。 大遺跡は伝えによると、五人馬と称され、イカゴの戦いの時には、陣営が築かれていたとされる。ちょうど、イカゴ人の東南側である身、順川左岸を守備する位置にある。ありがとうございます。